吸い取った。ここにホコリ吸い取った。なんかここにホコリ吸い取った。黒いで目立つもんな。何々とかだからな。取った。さあ、 T シャツにまあハーフパンツということで夏っぽい衣装。はい、そうです。そして T シャツの、まあ、胸のところにはハイエナー。いいマーク。皆さん、なんかお揃いの人いますね。あ、本当だ。お、お披露来てくれてる。ねえ、一人、二人、あ、結構いるじゃん。結構いる。あ、ロビーじゃなかった。で、しかも。あ、合ってる。いるいる。これ私たちのイメージカラーなんです。おー、続々出てきた。本当だ、ありがとうございます。イメージカラー、そうか、一人一人に色があるんだもんね。そうなんだよ。へー、子供の見てると、床地が黄色。はい、そうです。フォーリンがピンク。ピンクか。え、何色黄色だろうかなと思って。ピンクですよ。ピンクだね。はい、で、サリーが緑。はい、緑です。ゆっち、赤。赤です。で、葵ちゃん。葵ちゃん。あ、なるほどね。これ、色の取り合いとかにならへんかったの。なわなかった。これがね、私たちね、さすがスイートということで、パパパパパって色になりました。パパパパ。そうなんや。でもね、これ最初、そう、実を言うとね、そうなんですね、あの、カオリンとユカチンが逆でした。逆だったです。あ、知ってる。なんか最初のパンフレットって違ったもんね。そうです。そこに気づく人すごいですね。すごいですね。超マニアだと思います、はい。気づいてました皆さんは。はい、当たり前っす。当たり前っすか。さすが。ねえ、そうか。はい。ね、そしてね、まあ、いろんな衣装に身を包んで全国各地にスイート行ってくれました。スイート大垣芭蕉二人という名前で、大垣の魅力を伝えてくれました、ね、俳句も読んだり、本当にね、彼女たちがニコニコとそうやってね話してくれることで、大垣に行ってみたいなと思ってくれた全国各地の、そんな方もいたんではないかなと思いますね。そしてね、俳句の PR もしてもらったのでね、レディオインティ岐阜 FM では俳句をたしなみましたという冠番組も、持って、俳句の普及にも、啓発活動にも力を入れてくれました。で、みんなはね、今や大垣が大好きになったということで、皆さんそういった思いが共有できたんではないかなと思います。さあ、メンバーの計らいでセンター右左と皆さんに撮影もしていただいたところで、さあ、それではこの衣装にぴったりな曲を紹介していただきたいと思いますが、はい、次は何を歌ってくれますか。はい、次はですね、AKB48 のエブリデイカチューシャを歌いたいと思います。はい、イエーイ。これはなんで歌うことになったの、もともとは。これはですね、うん、まあ、ファンの方のリクエストもありまして、はい、ちょっとね、アイドルなんで、アイドルを歌っておこうと、はい、いうことで、いうことで、会場の皆さんもぜひ盛り上がっていただきたいと思います。はい、スタンバイお願いします。はい、さあ、皆さん声出していきましょうか。準備ですか。準備ですか。それではお願いします。AKB48 でエブリデイカチューシャ。
ね、メンバー5人に1枚ずつ抽選カードを引いていただきたいと思います。じゃあまずごめんね、箱持ってやりにくいかもしれんけど、じゃあゆかちんから引いてもらいましょうかね。じゃあゆかちんが引いたら僕番号を読ませていただきます。はい、ありがとう、出ました。はい、番号は36番、36番の方、36番の人、ステージの方が、何歓声が、香りまわ、香りまわです、香りまわです、どうぞステージの方お越しください、どうぞこちらの方に、はい、どうぞ、ママおめでとう、ママ感じた、まだクイズがあるというか、そうそう、でもママならマニアクイズいけるでしょ、いやー、いけるでしょ、やばいな、僕どっちかったらお母さんの方が好みかな、年齢的にですね、僕37歳なんで、お母さん旦那さんいらっしゃいますか、旦那さんいらっしゃるから、カオリンが生まれたんです。なるほどね、今もいらっしゃるんですね。はい、あ、じゃあ、カオリンに戻る、楽しみです。そっくりだ、タルタの衣装、4月に活動を開始して、このクリスマスという時期がもしかしたら彼女たちにとって一番大きな思い出の季節になったかもしれません。そんな、ね、思い出の季節に、クリスマスイブイブのこの日にスイートタイムスペシャルファイナルイベントということで、かわいいね、サンタの衣装で登場してくれたスイートのみんな、撮影してあげてください。みんな似合ってるね、本当にね、スカートもあるし、なんかユッチのあの足のふわふわすごい気になるな、ね、で、あれ取り消えになんないの、みんな仲良いんだよね、多分ね、だからこれユッチだねって多分なるんじゃないかな。さあ、こっちもくださいというね、カメラに押さえていただきまして、撮影をしていただきます。